はい、今回の動画は Windows11 で Window をスナップした時に次の候補を提案しないようにする設定方法をご紹介します。でどういったことかというと、まあ、こういった形でですねこの複数のウィンドウをを、ね、開いてですね作業をしたいといった時にウィンドウのの、ね、スナップの機能を、ね、使っているという方は多いとは思うんですけども現在の Windows11 ではどれか1つのウィンドウをですねスナップをした時に次にですねスナップした方がいいと思われるね候補のですね画面が表示されるようになっています。 ははいではねちょっと試しにやってみたいと思うんですけどもじゃあ今ね、ねこちら一番手前にあるですねこのワードのウィンドウをこの左側にスナップします。はい、そうするとこういった形でですね今回で言うとこの画面の右側のところにですね他に開いているウィンドウのですねこのスナップする候補が表示されていてじゃあ例えばですけどもエクセルをですねこの右側に持ってきたいということであればこのエクセルのところをクリックをするとこの左右にですねウィンドウをです、ね、表示させることができるということですね。 まあこれはですね便利な機能ではあるんですけども以前の Windows にはなかった機能ではあるのでこの Windows をスナップした時にですね毎回毎回次の候補がですね表示されるのが少しね鬱陶しく感じるという方もいると思います。そういった場合は設定を変えることによってですねこの Windows をスナップした時の次の候補ですね提案しないようにすることができますんでその設定方法をご紹介します。 はい。それではね、早速その設定方法ですけども、まずはね、設定の画面を開きますんで、Windows キーを押したまま、アルファベットの i を押して設定の画面を開きます。はい。で、次に画面の左側のこのシステムというところをクリックをしてください。はい。で、このシステムの画面をね、少し下に下がってもらうと、このマルチタスクという項目がありますんで、こちらをクリックします。 次にこのマルチタスクの中のこのウィンドウのスナップというところですね、まあ、こちらをクリックをしてもらうとこの下にねメニューが出てきますんでこの中のこちらですねこのウィンドウをスナップしたときにその次にスナップする対象を提案するというところですねこれがですね標準の状態だとチェックマークが入っていますのでこれがちょっとうっとうしく感じる場合はですね、こちらをクリックしてチェックマークを取りますこれで設定の方は完了なのでこの設定の画面は閉じてください ははいそれではねこの設定を変更してもう一度、ですねウィンドウをスナップしてみたいと思いますんで、じゃあまたね、同じくワードを左側にねスナップをすると、先ほどはね表示されたですねこの提案の画面が表示されなくて、まあ、そのままですねこの背面にですねこのウィンドウが表示されているので、じゃあ例えば、じゃあ今度はパワーポイントをね右側に表示したいということであれば、このパワーポイントのウィンドウをですね、まあ、右にドラッグしてあげると、こういった形でですね同じく左右に表示できるということですね。 なのでこれがねどちらがね使いやすく感じるかはね人それぞれだと思いますんでこのねウィンドウのスナップの提案がちょっとうっとうしく感じる方はですねこのね設定をオフにしてもらえればと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました